だけど、その代わりですね、リピート商品。安くて気に入ってもらって、リピート、エステサロン来てくれてたら、もうなんか、このタイミングですね。ここで4のその他のパッケージが出るんですね。アップセル、高額商品売ったりとかですね。クロスセル。あるいはまあ、ダウンセル売ってもいいですね。ここは、ここで売るとどうしても、何が違うか。これ両方売ってる商品一緒ですよね。こっちのアップセルとダウンセルとずつ。じゃあ、何が違うかっていうと、この段階って、ただの売り込みになるんですね。なんでかっていうと、商品買ったばっかりで、その会社に対する信頼もないし、まあ、何より信頼がないですよね。その会社から高いもん買えって言われても、やっぱ怖いですよね。けれども、こうやってリピート、例えば、エステサロン行って、まあ、3ヶ月、4ヶ月来てくれましたと。こういう時に、こういった、例えばさ、この話ですね、10回の回数券買いませんかって言われたら、それはまあ、もう成果も感じてるし、お客さんも喜んでくれてるから、絶対売れやすいわけですね。これじゃあ何が違うかっていうとですね、この初回の商品売った後にいきなりアップセルするのはただの売り込みになるわけなんですけれども、ここのバックエンド売ってから、まあ信頼関係ができてから売るのは、これただの提案なんですね。まあさっきのちょっと、何々さんのお肌も綺麗になってきたから、こう、もっとこういう綺麗な感じにするやったら、こういったサービスあるんですけど、どうですか？これただの提案じゃないですか。で、それ言われても、あ、ちょっとまだそれは今のままでも私十分気に入ってるんでって言われても、また戻ってきてくれますよね。このタイミングで売っても。けれども、このタイミングで売って、この買わなかった人は絶対戻ってこれないですよね。これ本当に僕は美容室の経営に携わってやってるとよくあるんですけれども、美容室さんは、まあ、客単価上げないといけないと思ってですね、高い商品を売りましょうっていうセールスをするんですね。そうするとですね、そのお店大体潰れていくんですね。なぜなら高いセールスはあのお店行ったらすごい売り込みされると。怖いからもうちょっと行きたくないですと。いう風になってですね、お客さん失脚、もう来なくなってしまうわけなんですね。それが売り込みです。けれども、お客さん商品リピートして気に入ってくれて、新規で来てくれたお客さんが気に入ってくれて、他にもっとこんないいのないの、最近こんなこと悩んでますよとか、いう話もいろいろ関係性ができて、信頼関係ができた上で、こういった商品を売ると、あ、なるほど、この人は私のことを考えてくれてるんやなと。私に対してもプロとしてのいろんな提案をしてくれるから、あ、じゃあお任せしようかなっていうふうに、なっていくわけなんですね。なのでこれは本当に、売るタイミングの違いなんですけれども、結果は大きく違います。なので、まず全ての商品がですね、一回まとめるとですね、まず、教育のいらない、売りやすいお客さんに、しかもさらに、やっぱり、ある程度リスクの少ない金額、競合に比べて魅力的な価格で、販売することによって、集客力が当然アップします。そしてその上で、継続的に、お客さんと継続的に取引を続けるために、この、まあ、運営費が賄えたらいいと。ここでもっともっと贅沢しようとか、もっともっと収益を上げようってするんじゃなくてですね、まあ、最低限の収益をもらえる段階での、リピート商品の金額設定をすることによって、お客さんもリスクなくリピートする。まあ、失脚しにくい金額で売っていくっていうことですね。で、そうして、販売を、信頼関係をどん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 構築していくことによって、その他の商品ですね、高額な商品が売っていったりとか、あるいは関連商品が売っていけたりとか、そういったことができるようになっていきます。別にこのビジネスモデルが、必ずっていうか、まあ、このビジネスモデルじゃないとダメっていうわけではないですけれども、このビジネスモデルにするとですね、特にアイデアがありません。競合と全く同じ商品を安く売って、ここの部分で収益を上げる。ただ単にそれだけなんですけれども、いろんなことを考えて試行錯誤するよりも、こっちの方が確率も高いですし、お客さんにも無理がいきません。そして何より一番いいのが、人材に影響されなくなります。どういうことかっていうとですね、やっぱりここ、フロントエンドからこの売り込みをする仕組みっていうのは別にできなくないんですよ。ただ、優秀な営業マンが必要になってくるんですね、この時は。ここを売るためには結構優秀な営業マンやったりとか、優秀な広告やったりとか、セールス力ですね。もし、
もし、ここで、こういうことをやろうと、セールス部が必要なんです。そうすると、人材にだいぶ偏るっていうか、人材によって売り上げが全然変わります。すごく売ることができる美容師さんがいるときは売れるかもしれない。すごく売ることができるエステのエステティシャンの人がいるときは売れるかもしれませんけれども、そういった人が一人辞めたら急にビジネスがガタガタになります。けれども、ここだとですね、こっちのやり方だとすると、信頼からただの提案でやっていくので、ほとんど才能が関係ありません。セールス力がいらなくなります。で、やっぱりですね、ビジネスっていうのは長期的に反映させて、できる限り、その人がいないとダメっていう人材を作るのはリスクなんですよね、ビジネスっていうのは。だからやっぱり仕組みで売るっていう考えたときに、これはもう仕組みで売れないんですね、この販売方法を選んだときは。けれども、こういったまず安い金額で集客して、安い金額でリピートしてもらって、信頼を構築して、次の商品を提案するっていう形にすると、これは仕組みで売っていけるようになります。なので、これはセールスプロセス、このプロセスを作る目的っていうのは、ビジネスを拡大させたい人。どん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 大きく、自分が現場に出ずにですね、ビジネスが自然に売っていける。どん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 拡大していけるっていうことをやりたい人は、このモデルでやる方が非常にやりやすい。っていうセールスプロセスになります。